1時ですがおやつです。ラジオを聞きの皆さんの知っている美味しいグルメ、食いしん坊の中美由紀さんに教えてあげてください。下町グルメ選手権。さあ、ラジオをお聞きの皆さんからハガキ、ファックス、メールでおやつを紹介していただくコーナーなんですが、まあ、応募がないときは本間もんのおやつ番長こと神中 AD がインターネットを駆使して数少ない友達の評判を聞いて、はたまた自分の足で探し回って見つけたおやつをご紹介します。さあ、今日はどんなお店のどんなおやつなんでしょうか。おやつ番長の一番弟子、おやつ娘の四方かなさんに紹介してもらいましょう。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。よろしくお願いいたします。はい。今日はですね、はい、富田林市にあります、豆菓子の専門店に行ってまいりました。豆菓子で専門店ってめちゃくちゃ珍しいじゃないですか。そうやな、うん、そうですよね。はい。なんか和菓子屋さんで豆菓子置いてあったりとか、っていうのはよくあるんですけど、ここは豆菓子を専門に、いろんな豆は取り扱っておられるんですけど、その豆菓子と呼ばれるものを全体的に作っておられるという。すごい珍しい。見たことない。そうですね、うんうんうん、はい。で、もう大正2年から続いてるお店なので、あ、老舗や。そうです、ね、歴史あるね。はい。こちらは工場を見学させていただいたりとかもした、本社があるのが富田林で、もちろんこちらでもお買い求めいただけるんですが、スーパーとかにもたくさん卸しをされてるので、もしかしたら聞いてる方の中でも食べたことあるわっていう方がいらっしゃるかもしれません。で、お店というか会社のお名前が富士屋製菓本舗さんです、うんうん、で、本社のある場所が富田林市なんですけれども、南海高野線の竹谷駅、はい、この駅からですね、歩いて4分ぐらいです。改札一つしかないんですけれども、ここから出ていただいたら、まず右の方に進んでいただきまして、右手の方にですね、踏切が見えてまいります。この踏切が見えたら、それを背にする形で左にちょっと入っていただいたところに、本社の工場とこの小売をされているところがあるという感じですね。はい。30種類ぐらい並んでるわけだ。そうなんですよ。すごいたくさんあって、簡単にカタログもいただいてきたんですけど、はい、30種類もパッと思い浮かべへん。豆菓子屋さん、豆菓子って30種類ってすごいよな、これちょっとカタログ見せてもらいましたけど、すごい珍しいのたくさんある。え、かぼちゃピーとか和三盆小豆アールグレイ風味とか、新しいな。そう、新しいですよね。はい、これでも豆菓子だと思います、今の聞いて。思わないわ。目の前にもありますけれど、スズメの卵ですか。はい。これはよく見ました。そうですね。これ昔からある。もうこれね、よく食べんでも大体味わかってますわ。そうでしょ。ピーナッツに、コーティングがされてまして、その上にこれは醤油で味付けをしたもので、スズメの卵みたいなね、本当に見た目の小さいもので、これこそパックのね、お菓子の中にこう、詰め合わせで入ってるのは、絶対皆さん一回見たことあるだろう。もうこれは定番ですよ。ね、やっぱ昔からある、やっぱりその通りですよ。100年以上昔から変わらない製法で、懐かしい味を守ってますと書かれてます、この、スズメの卵。スズメの卵、100年前からあったん。そうなんですよ。いつ生まれんねんこれ。ずっと卵です。今日この卵が作られてる様子も実際に拝見してきたんですけれども。そうなんですか。はい。いろんな工程があって、100キロくらいのピーナッツをね、同時にドラム缶の中でゴロゴロゴロって回しながらコーティングしていったりとか、周りのこのコーティングを。そうなんです。つけていくってこと。はい。寒梅粉っていうお米の粉らしいんですけれども、それをまず周りにコーティングでつけまして、それをいっていくわけですね、でいったらお米の粉なのでちょっと膨らんでくるんですよね。 お餅みたいな感じで、で外側のサクッとした食感が生まれて、その周りにこのスズメの卵の場合はお醤油のソースをこうかけて、海苔をかけて完成という。だからここでこうかけるものを醤油じゃなくしたら他の味ができたりとか、かけていく粉の中にちょっとこう香り付けを入れたりして、それぞれお菓子ができているというわけですね。それ普通に一般の方も工場見学したいんですけどって言ったらその場で見せてもらえるんですか。いや、どうだろう。今日は多分特別入れてもらったんだと思うんですけど。そうですか。はい。じゃあいい経験できましたね。そうなんですよ、しっかり。工場の横で売ってはるんでしょ。そうですね。そしたらなんか出来たてっていうなんか感じもしますよね。そう、嬉しい。それ
の途中の醤油がまだかかってないのとか食べさせてもらったりして。うわ、ええー、な。いいでしょ。なんでそれ持って帰ってきてんのよ。そう、その工程な、ちょっとずつ食べていきたいよね。あ、最後こうなんだ。こうなるんや。それでも外側だけの時はね、まだあの味が薄味というか、ピーナッツに、コーティングのための蜜がかかってるだけの状態なので、はい、素朴な感じ、ね、そうですそうです、そこにちょっとずつこう味がついてるんですよね。今日はだいたい今目の前には4種類ですかね。そうですね、はい、あのスズメの卵と、こちらがですね黒カシュ、黒胡椒カシュというもので、うん、まあ、その名の通りなんですが、カシューナッツをコーティングして黒胡椒をトッピングしてあるもの。わ、ちょっと濃そうな、濃いそうなこう味ですよね。これでも一番人気の豆菓子って書いてある。そうなんです。は、うん、はい、ウェブであの取り扱いもされてて、ネットショッピングされてるんですけど、ネットショップではもうこの黒胡椒カシューがダントツ人気だそうです。やっぱりイメージでカシューナッツ高いよイメージがあるんですか。そうですね、まあ、お値段はそれぞれいろいろなんですけれども、スズメの卵が一番お安くて、はい、1袋200円。200円、はい、うんうん、でこういうねちょっと洋風なものとかはですね、ちょっと形が違うおしゃれな袋に入ってまして、はい、これが1袋、まあ、200円から400円くらいで販売をされてるということで、黒胡椒カシューはちなみに400円です。あ、400円ですか、はい、なるほど。いや、これなんか贈り物にもいいですよね。そうですね、このパッケージがすごくおしゃれなんで、うん、このシリーズでいろんな色取り揃えてね、はい、うん、あ、じゃあせっかくですからスズメの卵まずはいただきましょうか。定番ね、はい、これもええ音すると思いますわ。いただきます。あ、もうほらカラカラカラって言ってる中で、うん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 、もうこれ大好き私、ね、うん、もうね思った通りの味です。本当子供の時から食べてる、ね、うんうん、醤油のね、うん、お豆と醤油がこう重なっての味ですわ。で、ね、中のコーティングはちょっとほんのり甘くてね、うんうん、この甘辛とそしてピーナッツの香ばしさと、これがめっちゃいいんですよ。最後さらっと溶けますね。そうですね、ええやつやわこれ。ええやつですよ。そうですよ、工場出来たてのやつをね。いいなそれ、買ってきましたので、ね、はい、これが、うん、まあ、スズメの卵、はい、じゃあ、まあ、オーソドックスに人気のあるので続いてこのカシューナッツのいってみますか。黒胡椒、はい、これはちょっと香そうな感じで、ね、本当にいただきます。黒胡椒たっぷりかかってる。いただきます。いただきます。うん、うわ、これは黒胡椒やだ。これ絶対お酒なって。で絶対おっしゃると思いました。うん、そうなんですよ。いいわこれ欲しくなる。そうやね、まあ、うん、本当お湯の間から申し訳ない、ビール欲しくなりますねこれ。ワインとかでもいいかも。そうなんですよ、うん、やっぱりあなたおしゃれになったな。いやだってこれ見た目おしゃれやし、なんかね、うん、そうですね、美味しい、はい、うん、おつまみにもぜひ。この黒胡椒がこうピッと切れ、うん、ピリッと切れてね、ほんと大人のおやつって感じ。美味しい、うん、美味しい。これはちょっとピリ辛風のお菓子2ついただいてもらいましたけれども、うん、もう一つがね、こちらのお皿に入れてるのが甘い系ですね、うん、はい、一回お水かお茶飲んでいただいて黒胡椒、黒胡椒、黒胡椒ね、結構味がしますので一回整えていただきまして、はい、はい、ちょっとフラットに戻しました、はい、甘い中で一番人気があるということで、うん、この白いコーティングがされているものがアーモンドエスプレッソです。白いアーモンドエスプレッソ、はい、ほう、ということコーヒー味がするってこと。そうですね、はい、食べてみていただくと分かるかと思います。見た目はすごい真っ白ね、雪に包まれたみたいなね、はい、うん、ちょっと食べてみて、うん、いただきます、うん、あーこれも美味しい。外は粉砂糖和三盆、そうですの優しい甘さでカリッと噛んだらふわーっとね、ちょっと大人のコーヒーのこのエスプレッソのちょっとほんのり苦い感じが口に広がって、うん、このハーモニーが。これはコーティングするその米の粉をかけるときにその中にコーヒーの豆がね入ってるんですね、うん、で外側がちょっとコーヒーの風味がするように工夫されてるんです、うん、はあ、でもコーヒーを飲みながらあえてこれを食べたい感じいけると思います。ちょっとつまむね、いいよね、うん、もう一つ、はい、うん、ね、このいろいろ種類がありますけれども、はい、本当美味しいんですが、はい、うん、今日はですね、社長さんにお電話がつながってますので、さらに詳しく聞いていただければと思います。北野富夫さんです。はい、藤屋製菓本舗の北野さん、はい、はい、よろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いいたします。北野さん、
やはり美味しいですね。ありがとうございます、うん、めっちゃ美味しいです。おやつとしても、はい、当てとしても、はい、もうどっちでも最高ですね。あ、そうですね、まあ、味付けがいろいろあるのでね、辛いものから辛いもの、あの甘いものまでですから、うん、いろんなあのシチュエーションで食べてもらったらと思うんですけど。なるほどね、はい、まずはですね、はい、この卵ですね、スズメの卵、スズメの卵、はい、これはよくあの、うん、スズメの涙って言われることもあるんですけど、はい、スズメの卵、卵の卵の、うん、はい、これも定番ですよね、はい、あ、これはもう私のおじいさんの代から昔からずっと、まあ、あの基本的にどの豆菓子も作り方は変わらないんですけども、うん、まあ、あの一番あの定番というか、はい、はい、昔から作ってるあのタイプですね。これはなんかこだわりとかあるんですかね。こだわり、まあ、作り方が本当、まあ、僕ちょっと100年前は生きてなかったんで知らないですが、聞いてる限りではもう昔からのやり方をそのまま、まあ、多少機械が大きくなったりとか、うん、そういうことはあるんですけど、基本的な作り方は本当、戦前とか、昔から作ってたやり方をそのままでずっとこだわってやってるっていうことですね。なるほどね。やっぱり昔ながらの味ってのはいいもんがありますよね、すごいね。そうですね、やっぱりね、若い方はあまり知られないと思うんですけども、ご年配の方とかやっぱり探していただいて、こうお店で見ていただいて、うん、あ、懐かしい、ちっちゃい頃よく食べたよねっておっしゃっていただけるんです。うん、なるほどね、はい、ちなみにその北野さんはごめんなさいね、大正2年から、はい、まあ、このね、お店はあるということですが、はい、何代目さんになられるんですか。はいはい、僕は、3代目になります。3代目で、3代目、はい、やはりですね、はい、定番のものからちょっとやっぱり3代目は3代目ならではの何かこう、はい、お豆にいろいろなものを作っていくとかいうのはこだわりとかあるんですか。あ、そうですね、だから昔はっていうか、まあ、僕が会社入った時はこういうお醤油の味とか、昔ながらの塩でエビの味とかイカの味とかっていう、まあ、そういう感じしかなかったんですよ、はい、それでもっとやっぱり女性の方とか、まあ、若い人に食べていただきたいっていうことで、いろいろ商品を開発して、それで、アーモンドを使ったりとかカシューナッツを使ったり、そこにその洋風の味付けですね、うん、エスプレッソを使ったりとか香辛料を使ったりとかっていうことを、まあ、ここ10年ぐらいでいろいろ考えてやってた、うん、いやだってね、すごい色とりどりで見ても楽しい感じになってますよね、はい、そうですね、やっぱり、うん、スズメの卵とか醤油なんで、基本こう茶系の地味な色が多いんで、できるだけ、はいはい、少しでもこう華やかなようにと、ね、綺麗な、ね、グリーンとか黄色とか紫とか白とかね、はいはい、いろいろ入ってて、はい、すごい、その30種類ぐらいですか、はい、もう全部その北野さんが考えていくわけですか。まあ僕は考えてるどっちかというと職人なので、自分でこう作る方なんで、アイディアとかは私の、妻の方が一緒に今仕事をしてますし、いろんなところに販売も行ってるので、まあ、その時にお客さんからいろんなこんなん食べたいとかっていうご意見をいただいて、それでまあじゃあ一回挑戦してみようか、やってみようかっていうことで、こういろいろ試作しながらっていうこと、はい、まあ、いろんなね、やっぱり女性の目線もいろいろありますしね。そう、 そうですね、僕たちがこう考えつかなかったようなこういうの食べたいっていうのをよくお客さんにやっぱり言っていただけるんで、それを参考にしながらこう、うん、はい、やってます。へ、最新の商品がこのもう一つあるやつなんですけど、はい、コーヒー豆が入ってるんですよね、これは。はい、お知り合いのコーヒー屋さん、まあ、そこも結構コーヒーこだわっておられるところなんですけど、田代コーヒーさんっていうところがあって、はい、でそこが自分とこのコーヒー豆を、こだわったコーヒー豆を使って何か豆菓子を作ってくださいっていう依頼があったので、じゃあ一回やってみましょうかっていうことで、そのコーヒー豆の外側に同じように完売粉っていうもち米をくるんで焼き上げて、うん、そっからもう一回砂糖をかけて、少しこう練乳とかミルクを入れて、カフェオーレ風にやったのがそれです。はあ、向こうからこれ使ってやってみてくださいいう話なんですか。はい、え、向こうから言うてくるっていう。あ、そうですね。この豆で、はい、私どものコーヒーを使って豆菓子風に商品考えてもらえませんかねって言われたんで、じゃあ一回やってみましょう。で、実際作られましたよね。はい、で、はい、依頼された方は実際食べられて何か言ってました。はい、それもすでにもう売っていただいてるんで。お、はい、ということは美味しかったということですよね。そうですね、商品化きちっとしていただいて、私どもの商品としても
売らせてもらってるし、うん、その田代コーヒーさんっていうところの商品としても売っていただいてるんです、うん、へー、すごいです ね伝統も守りつつ、そしてまた新しいものにも挑戦どんどんされていくと、はいはい、いうことで、いやこれからも楽しみですね。頑張っていきたいと思います、はいはい、ということで今回どうもありがとうございました。こちらこそどうもありがとうございました。よろしくお願いします。藤屋製菓本舗の北野さんでございました。はい、いやいろいろとね、昔ながらを守って、うん、そして新しいものも作ってっていう ね素晴らしいですよね。すごい、また次どんなお豆ができるのか楽しみですね。もっともっと増えていくやろね。多分そうですよ、うん、ね、うん、さあそれじゃあですね、このお豆の点数いきますか、うん、はい、点数もいきましょうか。ドン、はい、10、10、9です、はい、29点、はい、惜しかった、ね、うん、いやすごいよ。今もねまだ黒胡椒クッときてるので咳込んでましたねこれはお茶とじゃなかったですね。そうですね。でもやっぱりあの手軽にパッパッといけちゃいますしね、うん、よくあるんですけど止まらないです。そう、やめられない、止まらないですこっちさて、それではですね、もう一度あのお店ご紹介いただけますでしょうか。はい、本日ご紹介いたしました藤屋製菓本舗さん、本社は南海高野線滝谷駅から歩いて4分ほどのところにあります。営業時間は朝の9時から夕方の5時まで、定休日は土曜日曜祝日です。電話番号が 0721-52-2966 0721-52-2966 です、はい、遠方にお住まいの方はあのインターネットでの販売もされてますので、あの一度藤屋製菓本舗で検索をしてみてください、はい、さあこのコーナーね、中さんね、どんどんとね、おはがきいただきたいですよね。そうなんですよ、皆さんのおすすめのおいしいおやつ教えてほしいんです。ちょっと小腹が空いた時につまんでみたいなと思うような、今日はねお豆でしたけれども、例えばパンケーキドーナツアンパン、たこ焼き、唐揚げ、何でもいいですよ。皆さんおすすめのおやつ教えてください。おはがきは郵便番号 552-8501 ラジオ大阪ほんまもん、一時ですがおやつですの係までです。ファックスは 06-6577-0301 06-6577-0301、 メールはほんま @obc1314.co.jp honma@obc1314.co.jp です。採用されました方にはラジオ大阪のクオカードプレゼントいたしますんでね、どんどんと皆さんのおやつ情報お待ちしております。ということでおやつ娘の四方かなさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。